織です。今回のエスプランザ TV は第54回目のエスプランザ TV です。先週末にはトップが神奈川県の2部に昇格することができました。おめでとうございます。その他の試合とまとめてビデオをどうぞ。貴重な決勝ゴールを決めた藤沢勇樹選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。ゴールを決めた、感想をお願いします。そうですね、去年入れ替え戦で悔しい思いをしたので、まあ、なんとしてでも敗者復活戦じゃなくてね、もうこの2試合で決めたいと思ってました、まあ、そこにかけてました。厳しい試合でしたけど良かったです。半ばで、引退を考えて監督のところも行ったんですけど、ちょっとここまで待てと覚えてるわ、そんなのということで、なんとか踏ん張ってきたんですけど、最後の最後で少し役立ってよかったと思います。ありがとうございます。素晴らしいゴールでした。どうもありがとうございました。エスペランザトップチームのグスタボです。この前、日曜日試合をして、勝って2部に上がることができました。本当にね、たくさんの応援ありがとうございました。まあ、これから2部で戦って1年で1部に上がりたいと思いますので、応援をよろしくお願いします。まあ、残り数試合も天皇杯とかにつながる試合もありますので、ぜひ応援しに来てください。よろしくお願いします。はい、エスペランザジュニアユース2年の、プリンスです。この間のゴールは、少ないタッチでたくさん点を決めれてすごい良かったです。これからも応援よろしくお願いします。咲いたチューリップによく似たタモコ
グーチョキパーでグーチョキペイ。この前の綾瀬 FC 戦では14対0で勝つことができて本当に良かったです。その中でも自分は4点も決めれてチームの勝利に貢献できたことが本当に嬉しかったです。これからの試合もあと1試合全部勝って上のリーグに行けるように頑張りたいです。応援よろしくお願いします。スペランザさんですね。まあこの市長杯に限らず日頃から急成長しているチームということで栄区役所としては本当に注目をしております。また将来のJリーガーのトップクラスの養成を特に監督にはお願いをしたいと思います今週末には大切な試合がたくさんあります。日曜日にはトップチームの社会人選手権決勝トーナメントの1回戦が始まります。このトーナメントに勝っていくと天皇杯予選の出場権が得られます。皆さん大事な試合なのでぜひ応援に行ってください。その他にもアンダー15やアンダー13のトップリーグもあります。皆さん予定を見て会場まで応援してください。エスプラーサ女子チームも皆さんぜひ申し込みしてください。今回のエスプラーサ TV はここまでです。皆さん最後まで見てくれてどうもありがとうございました。それではまた来週、バイバイ。やったー。おめでとう。